はい、どうもこんにちは、すきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、キーノートの使い方について解説をしていきたいというふうに思います。キーノートにはですね、様々な機能がありまして、そんな中でも今回はペンツールというものを使って、実際にですね、MacBook のカバーのデザインをしてみたいというふうに思います。この動画をですね、最後までご覧いただければ、ペンツールの使い方であったりだとか、おしゃれなデザインの作り方のコツっていうのが見えてくると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらというふうに思います。では、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速解説をしていきたいというふうに思います。今こちら画面に出ているのはキーノートの画面になっていて、この MacBook については私が持っている M1 の MacBook をこちらのソニーの α6400 で撮影したものになっております。ではですね、これをまずここの Apple のロゴマークからペンツールを使って形を作っていきたいと思います。まずですね、ペンツールって何かっていうと、こちらの図形ですね、図形をクリックして、この右上にあるこちら、これがペンツールになります。これをクリックします。そしてこちら拡大をしていきます。拡大をした上でペンツールでこれをなぞっていくんですけど、コツがありまして、コツとしてはこの全体のこの角であるだとか、またこの膨らんでるところの真ん中、こういうところにポイントを落としていくっていうのがペンツールをですね、うまく使うコツになっております。実際にやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こちらの膨らみのところとか、はい、こちらの角のところとか、こちらの膨らみですね。はい、で最後ここで囲うみたいな感じですね。でこれですね、色をちょっと変えてみるんですが、はい、これですね、ここに先ほど打った点のところに間にまた点が新たに出てくるので、これをクリックするとちょっと広げたりすることができます。はい、でこんな感じでですね、調整をしていくような形でやっていきます。はい、ここもですね、はい、でここも微調整ですね。まあ最初一度囲った後も微調整ができるので、こんな感じでやっていくと作りやすいんじゃないかなと思います。はい、もともとですね、このペンツールっていうのはイラストレーターとかにも搭載されているような機能なんですけども、使いこなせるとですね、いろいろなイラストを作ったりすることもできるので結構便利かなと思います。はい、まずですね、こんな感じで上の部分ができました。でもう一つですね、こちらリンゴの部分ですね、リンゴのこの実の部分ですね、こちらもペンツールを使っていきます。はい、でこれも同様にですね、この点の部分だとか角の部分とか膨らみの真ん中、まあへこみの真ん中の部分だとか、そういうところにポイントを絞っていくことで、ペンツールをですね、うまく使っていくことができます。はい、はい、こんな感じですね。でここについては膨らみがあって、でここに下の部分の中央があって、へこみの真ん中があって、へこみがあって、はい、でここの膨らみのところ、はい、はい、はい、こんな感じですね。こういうふうに取っていきます。はい、まあ、ひとまずですね、はい、ラインができました。ここからさらに調整をしていきたいと思います。はい、この真ん中の部分ですね。はい、こういう作業をしているとですね、専門学校でイラストレーターの授業を受けていた時を非常に思い出します。最初ですね、イラストレーターになれるためにこういうペンツールでいかに綺麗になぞることができるのかっていうのをいろいろと練習する機会がありまして、その時はもう本当にいろんなもの、いろんな被写体をですね、こういう感じでなぞっていました。
で、もともとここ直線になってる部分はダブルクリックするとこう丸くできたりするので、そういうのも活かしながらこんな感じで調整していきます。はい、でここもダブルクリックですね。はい、これはですね、もう正直何個も何個もいろんな被写体をこういう感じでペンツールでトレースしていくとだんだんとコツがつかめてくるので、何度も練習するのがこれは一番ですね、上達する近道かなというふうに思います。はい、こんな感じですね。でこれを線のところから線をなくして塗りつぶしにしてみます。でこうするとまたちょっと足りない部分が出てくるので、ここでさらに微調整をしていきます。ペンツールは何度でもですね、修正ができるっていうところがいいポイントかなと思います。はい、こんな感じですね。何度もこうやって調整していくと綺麗になっていくと思いますので、うまくいくまで続けるといいかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、これで、ここのアップルのロゴマークのトレースが完了しました。はい、次にですね、こちら外側のカバー部分ですね、こちらもペンツールでトレースしてみたいと思います。はい、またこちら図形からペンツールを選んで、はい、拡大していきます。でこちらについては直線のところの、まあ、カーブに差し掛かる部分から始めて、カーブの中央とカーブの終わりのところですね。はい、でこのまま下に行きまして、また次のカーブが来る前とカーブの中央、カーブの終わりですね。こんな感じでですね、点を打つポイントっていうのがだんだん見えてくると思いますので、こういうのをどんどん何度も練習していくような形になります。でこれまでですね、図解の作り方とかもいろいろとお話はさせていただいてるんですけれども、本当にですね、キーノートには様々な機能がありますので、本当に使えば使うほどいろんな機能が発見できたりだとか、新たな使い方っていうのが見えてきたりしますので、いろいろとですね、挑戦してみるのがいいかなと思います。はい、これでですね、まず外枠、一番の大枠ができました。でまたここも調整していきます。でダブルクリックですね、ダブルクリックして曲線にして、この真ん中のところを調整していくという感じですね。はい、こういう細かい作業をですね、いかに丁寧にできるかというのが全体のラインの綺麗さを決めるポイントになってきます。はい、こうやって練習しながらですね、結構綺麗にできてくるとやっぱり心地よくなりますし、やっぱこういうですね、一見すると拡大しないとそのわからない部分も、やっぱそういうところまで本当に細部までですね、丁寧にやるっていうのが、その全体やっぱり見た時にですね、デザインをきれいに見せるポイントだと思いますので、多少も厳密に完璧には難しいかもしれないですが、まあそれに近づけるような作業をしていくときれいになるかなと思います。はい、こんな感じですね。これで、今中側ですね、はい、こちらができました。でこれをちょっと最前面に持っていきますので、持っていった上で、はい、でこれをちょっと白にしておきます。はい、これでですね、このロゴマークの部分とこのカバーの部分のトレースができました。でここからさらにですね、ちょっとした工夫をしていきたいと思います。
はい、こちらですね、Google Chrome なんですけども、こちらでアンスプラッシュというふうに入力します。そうするとこちら、はい、ハイクオリティなフリー素材が、ダウンロードできるアンスプラッシュというサイトになってまして、結構ですね、サムネイル画像だとかいろいろなデザインの素材に使えるような綺麗なデザインがたくさんあるサイトになってます。で、ここでですね、検索のところでマーブルですね、マーブルと入力します。そうするとこういう感じでですね、このテクスチャー関係の画像が出てくるので、こういった画像をダウンロードします。はい。はい、持っていきます。で、もうちょっと下も見てみます。こんなものもちょっと見てみます。はい。結構いろいろなですね、このマーブルで探すとテクスチャのこの色合いの変化っていうのが面白いのが出てくるので、結構ですね、活用しがいがあるかなと思います。はい、あとこれですね。はい。はい、そしてダウンロードができました。はい、こちらですね、キーノートの画面に戻ってきたんですけども、このバックのところに先ほどの画像をうまくつけていきたいと思います。はい、ではですね、画像を貼り付けていくんですが、はい、こちらですね、こちらカバーの方を選択して線を枠線なしにして、はい、こちらですね、カラー塗りつぶしからイメージの塗りつぶしに変えます。そしてこちらで選択というのがあるんですが、ここでですね、先ほどの画像を選択します。そうするとこちらですね、このペンツールで切り抜いた MacBook のカバーの形に写真が配置されるようになります。で、これだけでもですね、非常にいい感じなんですけども、後ろのですね、はい、この MacBook の質感とも少し合わせるために、ちょっと不透明度をですね、下げていきたいと思います。はい、こんな感じにですね、ちょっとずつ下げていくことで、この背景のこのグラデーションですね、はい、この部分とうまく合わってくるので、そのあたりを調整しながら合わせていきます。はい、で、例えば Photoshop とか使えばこの背景の画像とうまくなじませるものもあるんですが、十分ですね、これでもいい感じになりますので、そういう形で調整していきたいと思います。で、こちら不透明度を調整したら、このですね、 Apple のロゴもシャドウをちょっと入れてみます。ちょっとなじませる感じですね。はい。で、できれば色もこの背景に少し合わせたいので、このシャドウのこの色のところから、このカラーの円をクリックして、スポイトで、この濃い部分ですね、バックの濃い部分と合わせて入れた上で、ちょっとこういう感じで、ちょっと調整していくって感じですね。そうすると、ちょっとまあ、薄く、シャドウが入るようになりますので、これでちょっと数値を調整しながらなじませていくっていうような形ですね。はい、で、あとはお好みなんですけれども、パキッとこのロゴを見せるためには不透明度 100% にしておいて、ちょっとなじませたいのであれば、例えば不透明度をちょっと下げたりしてやるのもいいかもしれません。あんま下げすぎると見えないので、まあ、私の場合は今回は 100% ままでいきたいと思います。こんな感じでですね、ペンツールを使えば、おしゃれな、MacBook の、まあ、カバーの画像みたいなものが作れるかなと。で、カラーバリエーションみたいな形で先ほどダウンロードした他の写真とかもちょっと変えてみたいと思います。はい、こんな感じとかですね。この場合はなくてもいい、シャドウなしでもいいかもしれませんね。はい、こんな感じとか、はい、こんな感じとかですね。
で、シャドウをつけるときもちょっと背景のこのピンクと合わせて、はい、ちょっと調整するみたいな感じでやると色の馴染み方がいいので、シャドウをつけるときはできるだけこの背景の色スポイトで取りながらやるといいかなと思います。はい、こんな感じでですね、この MacBook の画像をちょっと作ってみたんですけども、Keynote のですね、ペンツールを使えばこういうようなデザインも作ることができるので、新たなですね、そのデザインのその自分の幅を広げるという意味で、まあ、このですね、動画が少しでも参考になればなというふうに思います。はい、最後にですね、センスのいいマーブル模様の素材がありましたので、そちらもちょっと使ってみたいと思います。こちらの画像ですね、かなりカラフルで、なおかつセンスのいいマーブル模様になっております。で、こちらをダウンロードします。はい、そしてですね、ダウンロードした画像をこちらカラー塗りつぶしからイメージ塗りつぶしにして、先ほどの画像を選択します。はい、こんな感じでですね、おしゃれな柄がつきました。で、色もですね、ちょっとシャドウを変えてみます。はい、こちらのこの赤ですかね、はい、これをちょっと使ってみます。はい、こういうふうに見てみると、その使う画像によって全然印象が変わりますし、おしゃれさもですね、それぞれ特徴が出ているので、こんな感じでですね、いろいろ試しながら遊んでみるといいかなというふうに思います。はい、今回はですね、キーノートの使い方ということで、ペンツールを使っておしゃれなデザインを作る方法について解説をさせていただきました。またですね、こちら今回作ったそのキーノートで、MacBook のですね、カバーの写真をつけたものなんですけれども、概要欄の方から、データがダウンロードできるようになっておりますので、データをダウンロードして今回のデザインの練習ができるようになっておりますので、ぜひですね、そちらもご活用いただけたらというふうに思います。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。